こんにちは、ガクチャンネルのガクです。私は普段このような登山 Vlog を YouTube にアップしていますが、今回この新しいハードシェルを購入したので、レビュー動画というか、私がこのハードシェルを購入するにあたって一番悩んだサイズ感をお伝えできればなと思い、動画にしてみました。少しでも役に立ったと思いましたら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。今回紹介するハードシェルは、アークテリクスリーフアルファジャケットジェネレーション2というハードシェルになります。アークテリクスリーフシリーズとは、アークテリクスの中で軍や法執行機関向けに作られたラインになります。私は登山であまり人と被らないハードシェルをずっと探していました。そしてこの間やっと自分好みのこのハードシェルに出会いました。ミリタリー系のカラーと上腕部にあるジッパー付きポケット、これですね。そしてベルクロのワッペンが付けられるようになっているところに、まあ一目惚れした感じですかね。私はこのカナダのミリタリー系のワッペンを付けています。ちょっとかっこよくないですか。まさに男心をくすぐる感じですかね。上腕部のジッパー付きポケットの下に同色で刺繍されたロゴも主張しすぎないでかっこいいんですね。これはカラーはクロコダイル、レンジャーグリーン、ウルフ、ブラックの4色がラインナップされていて、私はこのレンジャーグリーンを購入しました。私が購入したショップはこちらのレインオンラインストアさんで104,500円で購入しました。めっちゃ高いですね。日本での販売価格はおおよそ10万円から11万-12万ぐらいだったように思います。概要欄にレイオンラインストアさんの URL を貼っておきますので、まあ、興味がある方はちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。素材はゴアテックスで3レイヤーの40デニールだったと思います。センタージップはビスロンウォータータイトセンタージッパーを採用し、その他のところは外付け止水ジッパーを採用していて防水性に優れています。胸のサイドポケットはザックのチェストストラップやヒップベルトと干渉しない位置にあり、使い勝手がいいですね。上腕部のジッパー付きポケットは、まあ、両側についていて、私のスマホの iPhone11 を入れても余裕な大きさになっています。ベンチレーションも操作しやすく、開け閉めはスムーズにできます。襟の中に綺麗に収まるフードは着たままでも取り出しやすくなっています。ラミネート加工された内ストレッチポケットは両サイドについています。内側には縫い目を隠すシームテープの熱処理を施し、防水性を向上させています。耐久性に加え、防水性、防風性、透湿性に優れたジャケットになっています。動画の冒頭にも言いましたが、購入にあたって一番悩んだのはサイズ選びでした。他のアークテリクスや、まあ、他のブランドのハードシェルジャケットは、レビュー動画がたくさんあって、サイズ感など分かりやすいのですが、このジャケットに関しては、レビュー動画を探し当てることができませんでした。他の方のレビュー動画は数本あったと思いますけど、英語ですのでちょっと私には理解できませんでした。なので購入するか悩んでいる方もいるんじゃないかなと思って、まあ少しでもサイズ感が伝わってサイズ選びのお役に立ったらと思っています。公式に紹介されているサイズ表はこの通りです。で、私のサイズですが、身長176センチ、体重71キロ、バストが107センチ、ウエストが86センチ、ヒップが95センチ、雪丈が80センチとなっています。これを公式サイズ表に当てはめてみると、バストが L サイズ、ウエストが M サイズ、ヒップが S サイズ、
雪丈が X サイズってことになります。これで私は購入するサイズを迷いました。私は胸囲、まあ、いわゆるバストが大きいのでここを基準にしてサイズを選んでみました。少し大きめに作られているとのことでしたので無難に行けば M かな、まあ、S でも入るかもなって迷いましたけど雪山でのレイヤリングを考えて M サイズを購入しました。それでは実際に着たサイズ感を見てみましょう。まずは T シャツに薄手のフリースを着たサイズ感です。このぐらいでしたら、まあ、きつさもなく、何の違和感もありません。動きやすいですね。次はインナーダウンを追加したサイズ感です。これでも動きに制限はなく、まあ、インナーダウンを着てちょうどいい感じでした。あまり厳冬期とか残雪期の寒い時に山に行かない方は私の体格でも S サイズでもいいんじゃないかなって思います。まあ、私より身長がちょっと高めで、まあ、細めの方でしたら M サイズで、私より身長が高い方で、まあ、ちょっとがっちりしているような人でしたら、まあ、L サイズの方がいいのかなと思います。あとは私より身長がちょっと低くて細めの方でしたら XS または S サイズ、私より身長が低い方で、まあ、ちょっとがたいがいい方でしたら S サイズか M サイズがおすすめですかね。これはあくまでも私個人の感想なので、ネットなどで購入する際は自己責任でお願いいたします。今回購入したアークテリクスリーフアルファジャケットのサイズ感はなんとなく分かっていただけたでしょうか。最後まで視聴いただきありがとうございました。